ウィリアム・ヒルトンによるジョン・キーツの肖像が、ネガティブ・ケーパビリティは、詩人ジョン・キーツが不確実なものや、未解決のものを受容する能力を記述した言葉。日本語訳は定まっておらず、消極的能力、消極的受容力、否定的能力など数多くの訳語が存在する。ネガティブ・ケーパビリティ答えの出ない事態に耐える力によると、悩める現代人に最も必要と考えるのは、 共感することであり、この共感が成熟する過程で伴奏し、要因に答えの出ない事態に耐えうる能力が、ネガティブケーパビリティ。キーツが発見し、第二次世界大戦に従軍した、精神回オ音により再発見されたとのこと。キーツの、ネガティブケーパビリティの理論は1817年12月21日日曜、日付の弟宛ての所管に表明されている、私はディルクに、 様々なテーマで論争ではないが長い説明をした。私の心の中で数多くのことがピタリと符合し発動した。特に文学において人に異業を成し遂げしむるものシェイクスピアが桁外れに有していたもの、それがネガティブケーパビリティ、短期に事実や理由を求めることなく、不確かさや不可解なことや、 疑惑ある状態の中に人が止まることができるときに見出されるものである。キーツは偉人たちにはすべての物事が解決できるものではないということを受け入れる能力があるのだと信じた。ロマン主義者としてのキーツは想像の中で見出される真実により神聖な神聖性に接することができるのだと考えた。そのような神聖性は他の手段によっては理解し得ず、よってキーツは 不確かさと書いた。この不確かさの中は、属性のすぐそこにある現実と、より完全に理解された存在の様々な可能性との狭間にある場所であった。これは、キーツの多くの部屋のある館というメタファーと関係している。キーツはこの概念を多くの詩の中で探求したと考えられる。ネガティブケーパビリティは、意図的に心を柔軟に持つ状態として、他の作家たちの文学的、 哲学的スタンスにも並行して見出される。1930年代にはアメリカ合衆国の哲学者、ジョン・デューイがデューイ自身の哲学的プラグマティズムに影響したとして、キーツのネガティブ・ケーパビリティを引用し、キーツの手紙が生産的思考の心理学を数多くの論文によりも豊富に含んでいると書いた。ネイサン・スコットは著書、ネガティブ・ケーパビリティ、 新しい文学と宗教状況の研究においてネガティブケーパビリティはマルティン・ハイデッカーのゲラス・センハイとの概念我々にとって不確かさや不可解さたり得るものの中に物事がそのままあるに任せることを可能にする精神の自由さと比較されてきたと指摘した。キーツの電気作家ウォルター・ジャックソン・ベートは1968年のネガティブケーパビリティ キーツにおける直感的アプローチでこのアプローチを詳細に追求している。作家フィリップ・プルマンはファンタジー小説神秘の探検においてキーツの手紙を引用しそれを顕著に具現化した。ありがとうございます。